こんにちは、すみだです。本日は島根県松江市に来ております。宍道湖のそばにおりまして、白方公園という公園に、今から行ってみたいと思います。では行ってみます。NHK 松江支局さんの、前のですね、信号を渡ると目の前に宍道湖です。周囲が45キロですから、マラソンよりちょっと長いぐらいですよね。全国で7番目に大きな湖です。いやー、素敵な公園ですよね。ベンチがいくつもあるんですけどもね、腰掛けて静かな宍道湖見てると気分が和らぎますよね、きっと。宍道湖は地図でパッと見ましたら、どこで海につながってんのって感じなんですけど、でも海につながってるんですよね。水質が淡水でなくて汽水なんですね。若干塩分を含んでる湖です。はい、ちょうど NHK の松江支局さんの真正面、真北っていうんですかね、に、います。あ、松江支局さんはいつもこの景色が見れるんだな。宍道湖といえば夕日の美しいことで有名ですよね。どのあたりに沈むのかな。宍道湖というと夕日がとっても綺麗なんですよね。観光協会さんが、インターネット上でですね、本日の、夕日指数というのを発表してくださってるんですけどもね、ちなみに今日は夕日指数100でございます。本当はもう少しここでいて綺麗な夕日眺めたいんですけどもね、本日はこの後少し予定がありますので、キラキラした湖面を楽しんでですね、帰路に着きたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。